5月24日から3日間にわたって行われた石浜神社御鎮座1300年祭。節目の年となった今年の祭礼は、かつてこの町から群馬県下仁田町へ譲り渡した山車が118年ぶりに里帰りするなど、例年以上の盛り上がりを見せました。1300年祭が結んだ交流の絆を記録しました。明治通りの北に位置し、隅田川を東に望む石浜神社。この辺り一帯は江戸の頃、風光明媚な地としても知られていました。石浜神社が鎮座するのは荒川区南千住。宇治国域は台東区と荒川区の七日町にまたがっています。当社にもいわゆる宇治子青年会と一般的に言われる結びの会がございまして、神明会というのが、あと数年で50年を迎えますけれども、たまたま多分明治通りで台東区と荒川区に、分かれてしまったということで、地域としては一体的な考え方で、行っておりますので、すごくチームワークもいいと思いますが、はい、今回はたまたま1300年という大きなお祭りですが、それ以外にいろんな行事、年間の行事がいっぱいありますので、それもお互いに協力しながら、町がここを中心に盛り上がっていったら楽しいんじゃないのかな、いい町づくりを、こういう神社を中心にできたらなっていうのが、会長さんをはじめ若い方たちの願いなのかなって思います。24日金曜日、神社の境内に宇治子七日町の町みこしが集まり、宵宮祭が執り行われました。この大祭が大成功に終わるようによろしくお願いいたします。それでは三門でよろしくお願い申し上げます。よー、神社を出発した町みこし。台東区では5基のみこしが連なり、渡御が行われました。祭礼2日目、神社の境内では大きな山車が組み立てられています。山車は幅およそ2メートル、高さは楠木正成公の山車人形を乗せると 5.5 メートルにも及びます。山車が作られたのは江戸末期から明治初期。手がけたのは山車鉄と称される名工、山本鉄幸と推測されています。実はこの山車と人形は、明治39年に石浜神社の宇治子区域、旧橋場2丁目から下仁田町へ譲り渡されたものでした。山車と人形はおよそ半世紀にわたって下仁田町、中町地区のお祭りで活躍した後、町内の元宿地区に譲られますが、老朽化で巡行が困難になり、十数年前から倉庫に保管されていました。今回、
石浜神社小西宮司から御鎮座1300年祭に合わせた人形の展示の依頼を受けた中町地区有志の皆さんは、どうせなら出汁も一緒にと盛り上がり、出汁と人形は実に118年ぶりに里帰りすることとなりました。もともとこの出汁を使っていたのが下仁田のお祭りの始まりなんですね。この出汁が下仁田町に来て、で私の町会中町っていうところなんですけども、そこでこれを引きやるって言ったんですけど、そうするとやっぱり他の町会もじゃあ自分とこでも出汁が欲しいということで、だん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 それが広まってきて、今7町でやってます。で7町で、今やってるんですけども、これがだから下仁田のお祭りの今のお祭りの原型なんですよね。だからその面ではこれがこの出汁が来たことによって今下仁田の祭りができたわけです。下仁田町中町地区の皆さんはおよそ1年前から出汁を修復し、石浜の地に里帰りさせるプロジェクトチームを発足。出汁が下仁田に来た当時の絵図を参考にしながら、可能な限り正確に修復してきました。とりあえず今回に向けてっていうところで、本当の修復はこれからっていうか、うん、まあゴールデンウィークずっと潰して全部塗装したんで、朝からバンバンで今年の整備はしましたけど、そんなに道中を走ってわけでもないし、人が乗ってて乗ってっていうんじゃなくて空の状態では動かしたんですけど、だから今日間に合わせるために明日のために準備はしてきましたけど、半分ぶっつけ本番のところがありますんで、はい、なんとかなるとは思ってます。はい今回この出汁を石浜神社に持ってくるっていうこともそうなんですけども、そればっかりじゃなくて、こういう古いものをまだみんなで大事にレストアしながらやるっていうことで、全員の力がね、ここに結集したっていうことがすごく良かったなと、まあ、そういう面ではこういう機会をいただいたのはね、もう感謝しているところでございます。絶好のお祭り日和となった日曜日、朝早くから神社の境内に氏子の皆さんが集まりました。中町地区の皆さんの姿もあります。飛んできます。よー。本社神輿の渡御が始まりました。本社神輿に先立って下仁田町から里帰りした出汁が神社を出発します。本社神輿も神社を出発しました。まずは荒川区の町を渡御します。
祭礼には下仁田町などから駆けつけたおよそ75人の皆さんも参加、出汁を引きながらお囃子の披露もされました。高さおよそ 5.5 メートルの出汁は出汁人形を手動で上下させる機構も修復、電線に触れることなく巡行することができました。荒川区での渡御を終えた本社神輿が台東区へ運ばれます。中町地区の皆さんも加わりました。橋場一丁目町会の渡御が始まりました。橋場一丁目、かつての橋場二丁目は下仁田町に出汁と人形を譲り渡した地。118年ぶりに里帰りした出汁がお囃子の音色とともにふるさとの町を進みます。はい、この度118年ぶりにこの橋場の地へ戻ってまいりました。こういう機会をいただきまして大変感謝しております。これはちょっとものですが、受け取りください。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも末永くお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
本で締めます。よあ、石浜神社を出発しておよそ9時間中町地区の皆さんの手でよみがえった山車は無事に巡行を終えようとしています。この間お囃子の音は片時も止むことがありませんでした。午後6時過ぎ、氏子七日町の渡御を終えた本社神輿が神社へ帰ります。宮入り道中です。祭礼に花を添えた山車の巡行も滞りなく終わりました。御鎮座1300年祭節目の年の祭礼は氏子の皆さんの思いを一つにして無事に幕を閉じました。